イタリアの最も美しい村は、イタリアの民間団体。歴史的な遺産や景観を有する小規模な自治体や、分離集落、地区によって構成され、その振興を目的とする。大きな価値を持つにもかかわらず、主要な観光ルートから外れているために忘れられ、結果として、劣化、過疎化、廃損化の危険性にさらされている、小規模な村の保全、整備、再活性化を図る。 2001年3月、イタリア全国コムーネ協会の影響を受けて各国に作られた協会の一つである。クラブ加盟のためには次のような要件を満たさなければならない。村の活動が十分でない場合には、クラブへの残留が認められないこともあり得る。協会は一定の方針を持った民間組織であるが、こうした要件を村に課すことによっていくつかの成功を収めている。 村における、教会組織は、各種行事を主導し、芸術や建築遺産の価値や、住民の伝統的、文化的活動を高め、自治体、学校や地元の文学、音楽家などの教会の祭事に人々を参加させる。2015年4月現在、公式サイトによる。公式サイトでは、北部、中部、南部及び離島部に分け、州ごとに村を紹介している。 エトルーブルオルタサンジューリオモネーリアアプリカーレ、ベルナッツァトレモージネスルガルダポンポネスコカッシネッタディ、ルガニアーノキウーザールクア、ペトラルカモンタニアーナポルチェニーゴフィューマルボビガリーノサン、レオポッピポルトエアーコレイピティリアーノベットーナ、カスティリオネデルラゴさん、サン、アントニオレキシチク、スペルロンガカステルガンドルフォーチビタディバーニョレージョ、クロッタマーレマテイリカサンジネジオアンベルサデッリ。 アブルッツィパチェントロウィッテアラゴセピーノアトラーニオトラント、カステルメッツァーノフィウメフレットブルーツヨキイナリア、サンブーカディシチーリアノバーラディシチーリアチェファル、カステルサルド。ありがとうございます。